さあ、今日は盛り上がるぞ。はい。お邪魔します。いらっしゃい。ようこそチロロ先生、我がパーティーへ。あら、生徒たちは？実はあなたのために特別の演出を施したのです。はあ、特別の演出？パーティーの開始時間を少々ずらしました。二人っきりで大人の時間を過ごすために。ゼロダイム先生、ご冗談はやめてください。私は真剣です、チロロ先生。今あなたは狼の腕に抱かれたか弱い子羊。さあ、これから二人のアダルトな世界へ。え、あ、ちょっと、あー、たく、最低。何も思いっきり殴らなくたって。こんにちは、お邪魔します。来ましたね。さあさあ、入ってくれ入ってくれ。おお、我が弟よ、会いたかった。さあ、プレゼントだ。それからゼロ特製スーパースペシャルスタミナドリンク。さあ、では愛ちゃんの成長と再会を祝して乾杯。別に。一緒に食べない？いいよ、俺は。せっかくゼロと久しぶりに会ったのに。一体何を話せって言うんだ。え？何年も放っといて、いきなり俺の前に現れて。アイ君、ずっと兄さんと比較されて俺は重荷に感じてたんだ。でも兄さんは変に俺に気ばかり使って。オリナ、まさか兄さんの特製ドリンクのせいで。かわいい。我が弟アイちゃん、記念すべき成長の記録である。小学校3年まで消えなかったお尻の猛虎斑、これぞまさしく大いなる力の秘密だ。そして次なるは兄さん。アイちゃん、もうやめてくれよ。アイちゃん、誤解だ。俺はお前の素晴らしいところを。さあ、また特製ドリンクでも飲んで機嫌を直せ。怪我しなかったか？俺は兄さんのそういう変な気遣いが迷惑なんだ。アイちゃん、鬱陶しいんだよ。兄さん。アイちゃん、そんなに俺のことが鬱陶しいか？いいんだ、お前がそう思っていることは前から分かっていた。兄弟なのにずっと離れ離れだったし、特に俺は周りから特別な存在として見られていたからな。お前にとっては重荷だったかもしれない。だから覚えているか、あの日のこと。あの時俺はお前を助けられなかった。いつだってお前を守る自信があったの。もう守ってくれなくたっていい。え？俺強くなりたいんだ。いつか俺が兄さんやオリナを守れるくらいに。お前ならできる。おい、アイちゃん、まさか俺のスタミナドリンクが原因ってことは。
ゼロ。ミュウ、迎えに来てくれたのか。別にそういうわけじゃ。久しぶりだな。ええ、カリフォルニアの ADC 以来か。お前も元気そうだな。ミュウ、悪いが、アイちゃんを寮まで送ってくれないか。なんで私が。だいぶ弟が世話になっているようだな。違うって。じゃあ俺はもう少し部屋で騒いでからサーラを送っていく。ちょっと待って、それって逆じゃん。私がサーラを。大丈夫？塩見くん、しっかりして。ほら、起きなさい。塩見くん、ちゃんとして。ダメ。誕生日おめでとう。ミュウ、実は昨日のことあれから全然覚えてないんだ。私も気がついたらベッドに寝かされていて、だから大切なこと忘れちゃった。え、大切なことって？アイくんの誕生日プレゼント。だからいいって。でもあげるって決めちゃったし。そう？そんなに言うならオリナのファーストキスなんちゃって。また見てくれるよね。